祖祖母母母ののの不思議な話話これは私の母方の祖母から聞いた実話です子供の頃は夏休みや春休みの長い休みにはいつも母方の実家に預けられ田舎ならではの自然の中でそれぞれの季節を楽しく過ごしておりました。今では国際空港がすぐそばに出来上がり 当時の牧場の姿はすっかり様変わりしてしまいましたが、それでもその場所を訪れると不思議と時間の止まったような子供の頃に聞いた静けさの中に引きずり込まれるような不思議な感覚に襲われます。私が小学3年生の夏休みのことでした。毎年田舎でお盆を迎えていたんですが、例年は 釣りやカブトムシ取りにっと遊んでくれたホジがその夏は大変忙しく家で毎日一人遊びをしている私をかわいそうに思ったんでしょう祖母が私にお盆のおしつらえを一緒にしようと誘ってくれました夏の暑い日中でしたが風通しのいい田舎屋のせいか不思議と不快感はなくむしろ心地よい風が家の中を渡っていくのを 子供心に風流に感じていました。祖母はナスやらきゅうりやらで器用にお盆のお祭り用具を作っていきます。見よう見真似で私もやってみるんですがなかなかうまくいきません。しばらく無言のままそんな時を過ごしていたんですが静かに祖母が話を始めたんです。 あれは小作が戦争に行って2回目の夏だったな小作とは私のおじの名前です私に聞かせる風でもなく一人語りのように祖母が話します祖母は男6人女3人の子供のうち男5人を戦争に送り出したそうです長男のおじが戦地に行った際は 毎日のののように先進の知らせが来ないいを祈っていたそうですそしてその日もちょうど今のようにお盆の支度をしていたんだとか準備が終わると仏壇の前にはお供え物がすっかり並べられお盆提灯が左右合わせて6個仏壇には飾りろうそくがについしつらえられました 今年も無事にご先祖様のお迎えの準備ができたと安心していると誰かが店の入り口をガラガラと開ける音に気づき「いらっしゃい」と答えながら店の入り口へ向かいましたするとそこには白い浴衣を着たおじが立っていたそうです「戦地にいるはずのおじがどうして?」と思っていると裸足のおじはしつらえたばかりのお盆提灯の日を もったいないもったいないと言いながら一つ一つ消していくんだそうです提灯の火を消し最後に仏壇の飾りろうそくの火を消すと祖母の方に向き直り深く頭を下げ入ってきた入り口へ歩いてスーッと消えたんですその時祖母はただただその叔父の姿を見守ることしかできず 消えた後しばらく経ってからおじの安否が心配でたまらなくなったそうです。やがて戦争も終わりおじは無事に祖母の元へ帰ってきました。その年のお盆のことが頭を離れなかった祖母はおじにこの話をしたそうです。するとおじはちょうどその年の夏戦地でマラリアにかかり白い浴衣を着せられて 生死の淵をさまよっていたんんだというんです祖母はすでに他界してしまいましたがいつも嬉しそうにお盆で集まるたびに孫たちに聞かせてくれていましたこの話を覚えていた私は真意のほどを大人になってからおじに聞いたことがありますするとこの話は事実でおじは病で苦しんでいる間中ずっと日本に残してきた 祖母のことを憂いていてたんだそうです強い思いがあるとこんな不思議な体験をすることもあるのかと思うとなんだか幽霊がいてもおかしくないのかなと感じた話でした。